シーホークは1940年のアメリカ映画。ラファエル・サバチニが1915年に発表した小説ザ・シーホークは1924年に映画化されていたが、活劇スターとして人気を博したエロール・フリンを主演に、彼の過去のヒット作の要素を取り入れつつ再映画化が起とされた。フリンの相手役にはオリビア・デ・ハビランドが知られ、多数の作品でペアを組んでいたが、 この当時、彼女は従来のイメージからの脱却を希望しており、本作には出演しなかった。デハビランドは同時期の風と共にサリヌで重厚な演技を披露し、新境地を開いていた。映画終盤でイングランドがスペインへの抵抗を決意し、イングランド万歳、女王万歳の勧告が起こる。映画公開当時は第二次世界大戦が勃発した後、スペインは中立ながら、 数軸国側を支援しており、また、イギリスがナチスドイツのフランス侵攻を受けて苦戦していた世相が反映されている。映画公開直後にバトル・オブ・ブリテンが始まった。海賊ジェフリー1585年のスペイン、国王フェリペ2世は世界征服を目論んでいたが、その大きな障壁は、死略戦を黙認し続けるイングランドだった。国王は、ある計略を秘めて、 ドネアルバレスを中英大使として送り込もうとする。スペイン王家の紋章を掲げたガレー船にはドネアルバレスと名のマリアが乗船した。そこにイングランド機を掲げた海賊船アルバトロス号が現れる。船長のジェフリー・ソープ以下、海賊たちは砲撃船の末、敷高くガレー船に乗り込むとあっという間に降伏させる。ジェフリーは手際よく宝物を奪い、 こぎ手の奴隷たちを解放し、さらに沈みゆく、スペイン戦から全員をアルバトロス号に移動させる。マリアは泥棒に強く反発するが、やがて彼女の宝石が返却されているのを見つけ、ジェフリーに対する感情を改める。イングランドでは、エリザベス一世女王は、海軍の設置に強く反対していた。ドナアルバレスはマリアを伴って女王に越見すると、 さきの略奪の苦情を申し出る。女王はシーホーク今年略戦の船長たちを招集する。そこに遅れてジェフリーが現れ、ガレー戦にイングランド人奴隷がいたことを理由に正当性を主張する。女王は今後、スペイン戦を略奪した場合は、公式系であると宣言し、外交問題を丸く収めたかに見えた。その直後、女王は資質に招いたジェフリーと、 親しげに会話し、捧げられた財宝に満足する。ジェフリーは艦隊の編成を進言するが、女王はうんざりする。そこでジェフリーは新大陸からスペインへの輸送路を立つ必要性を説明し、女王の先ほどの宣言と矛盾しないよう、陸上からパナマ地境でスペイン側を襲撃することを提案する。女王は表だって支持しないものの、ジェフリーの安全を祈った。 その帰り、庭園で、ジェフリーとマリアは再会する。マリアは、自分の態度を詫び、ジェフリーも、彼女を、バラのレディと呼ぶのだった。一方、親スペイン派のウルフィンガム教徒ドナ・アルバレスは、カイズ職人の元を訪れ、アルバトロス号の動向を察知し、先手を打つ。そのことを知ったマリアは、馬車で、ドーバーへ急行するが、すでに船は出版した後だった。ジェフリーとマリアは、 港でお互いを思い合う。ジェフリーたちはパナマでスペイン軍を襲撃し、あっけなく捕獲したのもつかの間、猛烈な反撃を受けチりじりになる。国書の中、かろうじてアルバトロス号に戻ると、すでにスペイン軍に制圧され、ジェフリーは逮捕される。過去の略奪も含めた裁判の末、ジェフリーは終身刑を受け、ガレー戦の小切手として奴隷となる。 マリアは女王の傍らで愛しい男を思って歌うが、ジェフリー拘束の知らせを聞いて掃討する。ドン・アルバレスは女王の黙認を激しく求断し、シーホークを拘束しなければ改戦すると通告する。女王は余裕ある態度とは裏腹に、重臣との会議の末、船長たちを逮捕させ、船を交流した。再会したジェフリーとマリア・ジェフリーは、コルドバで、ガレー船にいた。 新入りのイングランド人奴隷から、スペインは無敵艦隊の編成を、追え出撃目前であり、この船も、機密書類を運ぶ途上であると情報を得る。そこでジェフリーは監視人から武器を奪って脱獄すると、弟子たちと共にあっという間に船を乗っ取り、勢いよとドーバーへ帰還する。一方のドンアルバレスは、ドーバーからスペインへ戻り、マリアは、イングランド残留を決意していた。 一人馬車に乗るマリアの下にジェフリーが現れ、二人は愛を告白し合う。ジェフリーは、スペイン側のお手を巻きつつ王宮に忍び込み、女王の元を目指す。ウルフィンガム教が立ちはだかり、激しい血統の末、ついに裏切り者を倒す。マリアの手引きで現れた女王に、機密書類を手渡し、ウルフィンガム教の裏切りと、スペイン信仰を公にする。しばらく後、 ジェフリーはナイトに除される。そして女王はスペインへの交戦を呼びかける演説を行い、海軍創設を高らかに宣言するのだった。ありがとうございます。